島赤い和紙町神田にある赤坂ひまわりこども園にお邪魔しています。ひまわりカラーのユニークなデザインが特徴の認定こども園です。今回は赤い和紙が取り組む教育について学んでいきます。この動画は赤い和紙の取り組みを赤い和市民の皆さんに知ってもらうための動画です。赤いはこの市民こどま市で、さてお姉さんとももちゃんが訪れている赤い和市立赤坂ひまわりこども園は、赤坂地域の石合、カルデ、笹岡の3保育園が統合して2017年に開所した認定こども園です。現在およそ100名の園児が元気に通っています。園長先生、この園の特徴を教えてください。はい、この園は認定こども園といいまして、幼稚園の機能と保育園の機能と両方を兼ね備えた園となっております。幼稚園部のお子様と保育園部のお子様、どちらもお預かりできるようになっております。そして建物も木をふんだんに使われていて、とっても明るくて開放的ですよね。はい、園舎も R を描いた建て方になっているので、とても温かみがあり、0歳児、1歳児、それから2歳児のお部屋も床暖房がありますので、冬はとても快適に過ごせます。給食も工夫されているそうですね。そうなんです。こちらは自園給食といいまして、園で給食を作っておりますので、温かいものが温かいまま提供できますし、離乳食の子どもアレルギー食の子どもそれぞれの子どもに応じた給食が提供できるようになっております。給食おいしい人。園の様子を見させていただきましたが、保育士や調理師の先生皆さんが力を合わせて頑張っていらっしゃる姿が印象的でした。ありがとうございます。これからも子どもたち一人一人の姿に思いに、そして保護者の思いに寄り添っていけるような子ども園になるよう、みんなで頑張っていきたいと思います。ももちゃんお姉さん、私は赤い和紙の中学生海外研修プログラムでスリランカに行ってきたよ。赤い和紙は認定特定非営利活動法人アムダと連携して中学生海外研修プログラムを実施しています。2018年は赤い和紙立紅葉中学校から2名、赤い和紙立桜ヶ丘中学校からは3名がこの研修プログラムに参加して、内戦後の民族融和が進められているスリランカで現地の中学生たちとさまざまな交流を体験してきました。スリランカはどうでしたか？楽しかったです。具体的にどんなことをされたんですか？現地の学校に3日間泊まって、スリランカの宗教を巡ったり、いろんな体験ができました。英語も伝わるんですけど、やっぱり伝わらない人も多くて、でも笑顔でいて、あとボディーランゲージを使ったりして、たくさんコミュニケーションが取れたことが良かったなって思います。アムダの活動の中で活躍している大人の人たちを見て、自分も将来はこういう人たちのようになれたらいいなって思ったので、自分の将来の夢は国と国をつなげれるような仕事に就きたいなって思いました。海外研修でスリランカか。私も学生の時に海外で研修してみたかったな。社会人になってもこうした学生の時の貴重な経験ってきっと役に立つよね。でも今は気軽に飛行機で海外へ行けるけど、昔の修学旅行や研修ってどうやってたんだろう。調べてみちゃおうか。じゃあ行くよ。赤いはもももも、マミムメモ、タイムスリー。
これは昭和初期、現在の赤岩市立石合小学校の修学旅行の様子。蒸気機関車で行ったのね。三重県の伊勢神宮をはじめ関西の名所を巡りました。当時は今ほど交通機関が整備されていなかったので、旅行はとても大きなイベントでした。修学旅行って今も昔も変わらないとこあるわね。でも現代の赤岩では中学生が海外に研修に行ってるなんて、この頃の人たちが知ったらびっくりするでしょうね。赤岩市からのお知らせです。赤岩市では市内の公立小学校と中学校の普通教室と音楽教室にエアコンの設置を行っています。これは夏場の猛暑をはじめとする近年の異常気象などに対応するための施策で、教育環境の改善が期待されています。 ICT を活用した遠隔授業の実証研究が始まっています。これは文部科学省からの委託を受けて赤岩市教育委員会が実施するものです。今回は赤岩市立笹岡小学校と神美小学校を信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センターなどの専門機関とネットワークでつないで、プログラミングなどの授業を合同で行いました。赤岩市は教育環境の整備を通じて未来を担う赤岩の子どもたちの可能性を広げる取り組みを続けていきます。